高須勝寺は、日本の医師。学位は、医学博士。高須クリニック、院長。正式な名前の表記は、高須勝いよいよ。医療法人社団福祉会、理事長、昭和大学医学部、客員教授、浄土新種僧侶。僧侶、タレント、政治活動家。タレントとしては、オールアウトに所属。芸能人を中心とした有名人の手術を数多く。 手がけた。また、格闘技、K1 のリングドクターとしても活動した。国際美容外科学会会長及び、日本美容外科学会会長も歴任した。愛知県発群一式町に生まれる。聖火は、江戸時代から続く医師の家系だった。本能寺の変により、明智光秀から逃れるため、徳川家康は、自らの居城がある三河の岡崎を目指した。 三河湾を船で渡り、命からがら上陸したのが、愛知県一色町で、傷を負った家康に、高助の祖である小四郎側家康を懸命に解放。家康は感謝の意として、小四郎に、庄屋としての地位と高須生、高助姓家紋を与えた。その後、高助は、徳川家の意向のもと、異行で、三河で栄えることとなった。家康が植樹したという、 家康手植えの松が、現在も、高須病院には残されている。勝児は、家康と小四郎が会っていなかったら、歴史は大きく変わっていたのかもしれないと述べている。東京の再生学者で学んだ祖母は開業試験に、合格後、競里に戻り、高須院を会員した。戦後の農地改革などで財産の大半を失ったが、それでも裕福な家庭に育った。 学校では、石を投げられる、所持品を奪われるなどの壮絶ないじめにあった。父親は41歳で死去し、主に小児会だった祖母に育てられた。母親は、産婦人会で、多忙のため幼少時に育児に関わる機会が多くなかった。少年時代の夢は、漫画家であった。小学校の最初の担任は、 学徒動員からのシベリア抑留で洗脳されて帰ってきた共産主義者であったため祖母は高須に市販学校での年配の女性を家庭教師につけたおかげで大日本帝国の真髄のようなことを教えてもらえたと高須は回想している1963年3月東海高等学校卒業同年4月昭和医科大学医学部に入学 大学時代には、空手や、アイスホッケー、山岳診療所などに没頭した。特に、アイスホッケーについては、経験者が少ないスポーツでなら、一番が狙えるのでは、ないかとの考えから、昭和大学にアイスホッケー部を新設させ、自ら初代首相に就任した。高須は母校について、当時の医学部偏差値ランキングで言えば、三流大学であり、 周りには改良医の指定の落ちこぼれいぼんぼんがたくさんいたと述べている。18歳の時、後に妻となった女性と知り合う。静は大学時代の同級生であり、席が隣であった。同じ三河地区の出身で、同じく実家は医者だった。1969年、同大学を卒業。高須病院昭和大学卒後は、整形外科医局に所属。 整形外科を選んだ理由は、家族、親族に医者が多く、同じ都がを選ぶと喧嘩をしてしまうので、たまたま家族、親族にいなかった整形外科を選んだ。同大学院医学研究科博士課程を修了し、1973年に死死切断者の原始に関する研究で医学博士を取得した。妻は産婦人科に進んだ。 西ドイツのキール大学、イタリアのボローニャ大学、ローマ大学などに研修留学した。1974年、愛知県グ群一式町に医療法人福祉会、高須病院を開設。ドイツで学んだ最新の整形外科技術を自分の病院にいち早く導入し、骨折患者の入院期間を大幅に短縮させた。手術に必要なボルトやプレートは、まだ、 日本では手に入らないために、海外から輸入して使用した。しかし当時は、長期入院を希望する患者が多く、短期間での退院は患者には不評であった。また、入院期間を短縮させたことで、病院は減収となった。1998年、高須病院の関連組織として、老人保健施設や、訪問介護事業を立ち上げて、 介護福祉分野にも参入した。2008年、実家である高須病院を運営する医療法人社団福祉会の理事長に就任。2016年、高須病院だけで約700人の職員を抱えると報じられた。介護老人保健施設、高須ケアガーデンなどの複数の施設を運営する。ドイツで学んだ形成外科の技術がまだ、 日本で導入されていないことを知り、未発達な日本の美容業界なら、トップになれると考え、美容外科に転身した。1976年11月、愛知県名古屋市に高須クリニック開設。1977年、著書、危ない美容法が、ベストセラーになり、美容整形の専門家として TV に出演するうちに、次第に注目を浴びるようになった。 後継手術90年代以前は、方比が陰がんのリスクを高めると考えられており、宗教的動機がなくとも活例はした方が良いとする学説が存在した。高須はこの学説と留学中に見た、ユダヤ教徒の活例率の高さから正気を感じ取り、日本でも成人男性に対する活例を推進。TV や雑誌で行ったマーケティングの影響で大盛況となった。 このマーケティングは巧妙を極め、日本全国に健康な方皮も切らないと恥であるという価値観を定着させたという。高須は韓国にも技術指導していたので、高須の影響により、韓国での長平時の身体検査で方形チェックが必須項目になった。簡単に手術ができる方法を考案し、1日300人の方形手術をしたこともあった。 レーザーメスで包皮を焼く匂いが、ビルに充満し、他のテナントより、人を焼く匂いがすると、苦情が来たり、火災警報器が作動したりすることもあった。しかし、包棄手術に依存しての経営は、高須の本意ではなく、ブームの終了とともに、女性向け美容整形への移行に不信することになる。その後、活例の弊害と放費の利点が明らかになるにつれ、 いたずらに日韓の男性を貶めたのではないかとの非難が起こった。なお、現在の高須は、ハゲも良い、方形も良い、ブスも良い。それなりに、利点もあると述べている。1985年から1988年の3年間の所得は、合計16億8000万円だった。 2003年の個人納税額は、当時のトヨタの豊田昭一郎名誉会長の6300万円や、奥田博士会長の4700万円を大きく、上回る8700万円だった。2001年には、国内に、札幌、仙台、横浜、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の8カ所のクリニックと、マニラ、香港の定型クリニック、 ハワイ高須クリニックなど合計13カ所のクリニックを有し年商は41億円だったバブル崩壊では不動産投資の失敗もあり100億円の借入金を背負うが10年間で完済した2016年現在は東京、横浜、名古屋、大阪の5つのクリニックを運営する2011年1月11日 昭和大学にて医学部の形成外科学客員教授に就任した。新しい美容形成技術の開発も多数あり、指導者として日本のみならず世界各国に招聘されるようになり、各国でデモ手術や講演会の開催を重ねた。韓国でも美容形成が盛んであるが、これも高すが、韓国で 実技指導を行って普及したものである。韓国の軍政時代では美容整形がタブー視されており、多くの韓国人が日本に美容整形を受けに来日していた。しかし帰国後のサポートが韓国内でできないために、高須が韓国内の医師に講義を行ったり、手術見学をさせてその美容技術の向上に尽力を行った。その結果、 タカスが導入した技術がそのまま韓国で普及したので、韓国で美容整形した人は全部同じような顔になってしまった。なおタカス曰く患者の希望を叶えるために手術するのであって不確保な体にも良さはあると述べている。日本美容外科学会会長、国際美容外科学会会長、日本志望吸引学会会長なども歴任した。 アメリカ志望吸引学会の創設メンバーとしても活動した。新聞や雑誌などにも皮膚科領域や美容領域の話題に関するコメントだけでなく指揮者として政治的話題に関する意見も掲載されることが多い。70歳を超えても1日に70人の美容整形手術をこなす。イタリアやドイツなどに研修に行き最新の美容外科技術を学んだ。 当時ヨーロッパでも開発されたばかりで、まだ批判が多かった。死亡吸引手術も研修に行き、技術を日本に紹介した。当時は、美容形成に対する根強い偏見が日本にはあり、バッシングと戦いながら、美容形成の必要性を時普及に努めるとともに、技術水準向上に尽力した。1990年代には、スウェーデンで開発されたヒアルロン酸注射を、 花を高くすることに応用した。これも自分の顔に注射して効果や主義を検討したもので新しいプチ整形という分野を開拓した。2012年の第100回日本医美容外科学会では学会の最後を飾る特別講演でフランスで高須の師匠によって開発された死亡吸引の変遷について語るヒストリカルチェンジズインリポサクションという演題で 講演を行っている。患者さんに手術する前に、必ず自分自身の体を使って、手術や薬剤の安全性を試すのがポリシーであり、次年齢より若く見えるようにするため、自分の顔に2度手術を行った。シワ取りの手術は、顔の皮膚を部分的に切り取り、後方に引っ張って、たるみをなくして固定するもので、通常であれば、全身麻酔で行う手術であるが、 納得のいく仕上がりを目指す高須は担当医に指示を出すため部分麻酔で手術を行った手術の様子をカメラマンに撮影させたものが雑誌フォーカスに掲載されたまた自身に行った若返り手術をミニマリーインバッシブフェイスリフトとして美容外科学会で特別講演するともにアーツサイエンスに掲載されたこの他にも自身の体を実験台にした 学術発表を行っている。細かい手術や手術を入れると、自身の体に行った医療行為は400回ほどになる。昭和大学歯学部でも、自身を実験体にして、腸骨の骨片を採取して学骨に移植し、インプラントの土台を作る、歯科領域の実験的治療を受けている。下記の16件が特許出願され、6件が商標登録されている。 また、各国の美容関連学会で、招待講演やデモ手術を行っている。東日本大震災被災地の復興や世の中の平和を祈願し、2011年11月7日に、京都の東本願寺で特道を受けた。新州大谷派に所属し、僧侶名は、釈活年。僧侶になった理由は、 死後の話もしないと、老人の精神面のケアができないからとしている。2011年6月5日に、北南市松江町の選挙時で、一般市民対象の法案の講師をするなどしている。2011年11月7日には、特度式に参加し僧侶となった。特度に先駆け、前日の11月6日には、停発している。日本のフリーメイソンのメンバーである。 加入後のテストをクリアして昇進を重ね2016年現在は京都五門ロッジの最高位となるワンシップフルマスターに就任している。高須はフリーメイソンについてどうでも良いことを延々議論している頭の硬すぎる組織で古い英語や古い日本語を使った儀式ばかりやっていてその呪文のような儀式の用語を暗記するのが大変で ついて来られずに辞めている人も多いと述べている。過去には、フリーメイソンの活動に同行した西原が内情を漫画に描いたことにより、高須がフリーメイソン内の裁判で求断されそうになったが、2016年現在は、高須自身が裁判をする立場に就任しているので、そのようなことはなくなったという。阪神、淡路大震災では、 理災者の外傷痕の美容形成治療を1年間完全無料で実施し、被災地に7000万円を寄付した。東日本大震災では大型トラックやバスにより物資や医療スタッフを被災地へ輸送した。宮城県東松島市には仮設風呂を3台設置している。ヘリコプターを借りて被災地に救援物資を輸送しようとしたが、全国すべてのヘリコプターが マスコミの取材用に占有されてしまい、救援に使うことができなかった。このことをたびたびマスコミに抗議したが、報道されることはなかった。2011年の1年間だけで各所に対して数億円の寄付を行った。また自ら、パプアニューギニアに行き、小学校を建設するなどの社会奉仕活動を行っている。 根樹法賞を6回授与日本赤十字社金色友好賞を授与されている。ファンとして漫画家の西原理恵子との親交を築くきっかけは、西原が自身の漫画に高須クリニックの CM が下品すぎて素敵だ。友達になってやってもいいと書いたところ、それを知った高須から手紙が来たことに始まる。西原は高須にお金も美貌もいらないが、 漫画のネタとして、高須を使わせて欲しいと頼み、高須はこれを了承し、連絡を取り合うようになった。西原は当時メールを使えなかったので、高須はファックスで手紙を送信していた。初代面は2000年頃で、西原が漫画の企画でスポンサーを募集し、高須クリニックに乗り込んだ際に実現した。西原は、ラジコンカーに高須クリニックのステッカーを貼ることに、 承諾をもらうためにクリニックを訪問したが、高須は、札束の山を積んで支援しようとして、西原を驚かせた。高須は夫婦揃っての西原理恵子のファンとなり、自身を、サイバラ教の原理主義者と呼んでいた。その後、西原の漫画に、しばしば登場し、毎日母さんでも、主治医として登場するほか、TV アニメ版のメインスポンサーを務める。 東京 MX の夕方帯番組5時に夢中。では、西原理恵子ファッションモデルのジョニャンシガーと共に、それぞれの頭文字を取って、TSJ を稽古クラブと題したコーナーに、毎週木曜日に出演していた。西原が同番組を降板させられた際には、抗議の意を込め、スポンサー契約を解消する考えを表明した。高助と西原家は、 双方の夫婦を交えた信仰があった。西原の元夫であった、鴨志田城が末期癌となった時に再び家に迎え入れることができたのは、高須の助言による。交際2007年に鴨志田が腎臓癌で死去。一方、高須の妻の高須志も2010年死去し、同時期に母親と愛犬とも死別したことから、高須は、 鬱状態となったもう現世には未練はないと感じ、出家したのも、この時期である。そんな、高須の精神面を西原が補う中で関係を深めたが、直接のきっかけは、手を出してこない高須に、西原が語を煮やして、強行手段に出たことである。食欲をなくしていた高須を西原が何度か食事に、連れ出しているうちに、 ホテルで大人の関係になったという。2012年10月11日発売の女性セブンでは西原理恵子との対談で前妻の死去後2年間にわたる交際を明かした。フリーカメラマンに交際時の写真を撮影されたのがーキとなったが高須は芸能界にも人脈が太かったため写真を売り込まれた週刊誌側も買い取らず沿って 高須側に、このような写真の売り込みがあったと情報を提供した。これを受けて高須が公表を決断した。西原は高須について、かもちゃんと同じで、私の知らないことを知っている。非常に危険で、面白い男と評している。西原は、高須の資材をもとに2011年に設立された、高須活字記念財団の理事長を務めているが、 入籍はしていない。また、西原が死亡吸引やフェイスリフトを希望しても、君はそのままが良いと言って取り合っていない。高須は、自身がボケて、もし都知事選や参議院選に立候補したら、自身を暗殺するように西原に頼んでいるという。また、死後は、自分の骨を人工ダイヤモンドにして、西原に送るように明言している。 高須が、高須自身に施した数多くの整形手術の結果については、高須先生の顔は、世界最高水準の医療を使って、数十億円かけたのに、朝香光代みたいになったと評している。西原との共著、ダーリンは70歳、高須帝国の逆襲は、発行元の小学館から内容を不適切として、修正を依頼されたが、高須はこれに応じず、 自己判断で発売後5日目にして絶版処分とした。短期間の流通であったが、アマゾンの本の売れ筋ランキング1位を記録した。2016年9月現在、西原とは事実婚の関係にある。あえて入籍せず、事実婚を選んだ理由として、籍を入れると何かあった時に全部不倫と言われると述べている。 アイスホッケー大学時代にアイスホッケー部を創設した園からアイスホッケー女子日本代表のスポンサーに名乗りを上げたこともあるが他のスポンサーに示しがつかないとして日本アイスホッケー連盟に断られたため連盟に助成金を送る形に転換し1億円の援助を約束した。相撲前翔太に送られた西原理恵子デザインの化粧回し相撲では勢い翔太。 西木,木哲也の谷町として知られ、化粧回しを送っている。大相撲観戦にも出かけることもよくある。2010年の大相撲初場所では、野村幸男の勧めで、朝昇龍の全取り組みに、合計270万円の懸賞金を出した。アベマ TV では、相撲解説ゲストも務めた、レース、高須クリニックレーシングチームとして、自動車レースのスポンサーなどもしていた。 競馬妻のシズの趣味が競馬だったので、名古屋競馬場で、高須シズハイレースを開催している。シズの死後も、命日に合わせて、高須シズハイレースが開催されている。シズは、愛馬、マジカルブリッドの場所であったが、骨折した際には、安楽死させず、そのまま牧場で生涯を全うできるように資金を供給した。2014年、知人と共同で、 踏み合い場となり所属し2500万円を出資して共同馬種となった。その際、イエスタカス、イエスイエスタカス、イエスタカスイエス,ス,イエスという3つの名前を提示して、持ち馬の名称登録を申請したところ、日本中央競馬会に全て却下されたとして話題となった。しかし実際は、知人の共同馬種の虚偽であり、JRA への申請自体がなされていないことが、 原因の騒動であった。馬は、高須の元を離れ、他の場所によって、ダッシングブレイズという場名で登録された。競馬関係はその知人との付き合いの範囲の活動だったので、これを契機に、高須は、競馬業界から離れた。その後、JRA 個人場所として登録し、現在は、東京場所協会に所属している。 フィギュアスケート出産後、2014年ソチオリンピック出場を目指すと宣言した安藤美紀への支援を表明した。サッカー2016年8月、リオデジャネイロオリンピックのサッカー男子、ナイジェリア代表が、サッカー協会から給与の未払いなどを理由に、グループリーグを突破して、準々決勝に進出したがボイコットしようとした、騒動があった。 これに対して20万ドルの支援を表明し、同年8月20日、ブラジルベロオリゾンテのミネーロンで開催されたサ位、決定戦に出場したナイジェリア代表の応援に駆けつけた。ナイジェリア代表は、ホンジュラス代表に3-2で勝利しサ位となり、銅メダルを授与された。またメダルを授与された場合には、金メダル300万円、銀メダル200万円、 銅メダル100万円を手渡すことを約束していたため、試合終了後現地で選手に小切手で100万円ずつ手渡し、合計で3900万円を支援した。高須は同チームが金メダルを取った場合に備えて7700万円を準備しており、ブラジル入り後はナイジェリア大使館が用意した走行車で移動し、警官が高須の警備を行った。 2011年8月2日、12時間でプレーしたホール数の種目でギネスブックの世界新記録を打ち立てた。アマチュアゴルファーの石田幸二と共に愛知県豊田市にある共和カントリークラブにて12時間で261ホールをプレー過去のギネス記録が2009年の達成した189ホールを大幅に更新した。その後、 西原理恵子とジョナサンシガーの二人が、高須の私物の三岡、オロチをかけて、ゴルフを行い、高須は負けた。後日、高須は三岡、オロチを、西原宅に配送するが、運転免許を持っていない西原はボンネットにサインを、した上で、高須に送り返した。2015年に検診で、尿潜血を指摘され、自分で、尿細胞診をオーダーしたところにオロ系癌細胞が、 発見された。精査の結果、すでに尿管癌は、腎臓と膀胱に拡大していた。2018年9月29日、これらの病状を、自身のツイッターで公表した。自身の病状を、軽くはないが深刻な事態ではないとしている。また、癌はすぐに死ぬ病気ではなく、むしろ肺炎や、心筋梗塞の方が怖い。僕は、高齢者ですから、 ガンは全然怖くない。医学生時代に検体を解剖した経験から、すべて年老いて亡くなった人には、ガンがあった。ガンとは共存して長生きできると発言した。膀胱ガンに対しての手術は、過去5回受けており、免疫療法なども言っている。2019年5月30日には、昭和大学で前、朝香で、内視鏡下大腸腫瘍的出術を受けた。 5月31日には、泌尿器科で6回目の手術、6月には、外科にて治療を受ける。酒はほとんど飲めない。味覚音痴で、西原理恵子と交際するまでは、ラーメンに氷とトマトジュースを入れて食べる等の食事を、していた。親が、医師のため多忙で、幼少時より一人で冷えた食事をとっていたことに、由来していると言われる。イエス、高須クリニックというコピーは、 顧客のすべての要望に対してイエスと答えていきたいという意味が込められている。コピーの考案者は古くから高須の CM 制作を担当しているディレクター。お金に関しては空気と同じであり、ないと困るがたくさんあっても仕方がないものとしている。一方で仕事を辞めない理由として仕事をしていないとバカにされるからとしている。 名古屋市畜作東山町に自宅があり、愛知県日清市に別邸がある。2019年5月4日、日清市の別邸で、バールのようなもので玄関がこじ開けられ、金の延べ板7キロとノートパソコン1台が盗まれて、いたのが発覚した。敷地内の防犯カメラには2から3人の不審者の映像が残っており、高須は5月8日、ツイッターに、へそくり全部取られたと投稿した。 東京での診療のためにホテルニューオータニのスイートルームに1964年から毎週2泊3日程度で宿泊している。2019年、高須は長男の高須力也と共に高須病院の170床近い病床を3時間かけて改診すると報じられた。1990年に高須クリニックの会計責任者が 保険外の医療収入を少なく申告する手口で8億7000万円を脱税したとして起訴される。高須は脱税には関与していなかったが、クリニックの代表者として経理を任せきりにして、脱税に気づかぬ過失があったとして、所得税法違反の量罰規定に問われた。裁判は量刑と量罰規定の適用について争われたが、1997年に、 最高裁で有罪が確定。また、刑事罰とは別に厚生省より、異業停止1年間の行政処分を受けた。過去には、国税局に脱税を指摘され20億円の重加算税を納付したことを明らかにしている。この20億円の追徴額は、名古屋国税局では、個人としては、史上最高額で2019年現在も記録は、破られていない。 2020年6月1日、愛知トリエンナーレ2019の企画展、表現の不自由展、その後と、大村秀明愛知県知事の対応を問題視していた、名古屋市長の河村隆は高須に、大村知事のリコール運動をしないかと持ちかけ、翌6月2日、高須は、政治団体、おやめください、大村秀明愛知県知事愛知100万人リコールの会を設立した。 設立発表の会見には、高須の友人である、桃田直樹、有本香織、武田久志康武田邦彦らが同席し、賛同と支援を表明した。大阪府知事の吉村博文からも、同日、取り組みには賛成だ。応援すると、エールが送られた。リコール署名活動は、高須と河村が中心となって8月25日から、開始される。 9月29日、高須と団体事務局長の田中高弘は鈴木宗男参議院議員にリコール運動期限の延長を陳情。鈴木は総務省の担当者に電話した上で延長はできない。ルールはどうにもならないと二人に伝えた。11月7日、高須は癌の病状悪化を理由に活動休止を発表した。 435,231人分の署名を選管に提出したが、会食の賛否を問う住民投票実施に必要な法定数となる約86万6000人には届かなかった。同年12月4日、署名活動を担っていた請求代表者や受任者が県庁で記者会見し、各選挙管理委員会に提出する直前の点検などで、 同一筆跡と見られる署名などが大量に見つかったと発表した。2021年2月1日、愛知県選挙管理委員会は、同一筆跡や選挙人名簿に登録のない署名などで、署名の83.2%にあたる約36万2千人分を有効と認められないとする調査結果を発表した。さらに2月16日、署名偽造のために、佐賀市で、 大量のアルバイトが動員されたことが明るみになった。河村は、議会から、説明責任を問われるが、組織的な管理、経理の管理をしているのを中心人物という。私は、リコール運動の中心人物でないと強弁。事務局長の田中は、知らんわな俺は。佐賀も知らんしと述べ、副事務局長で、床滑市議会議員の山田強氏は、大量の不正署名は、 大村知事が送り込んだスパイによる妨害工作だと陰謀説を唱えた。高須は3月15日の取材に対し信じられるのは河村市長だけと答えている。4月15日、山田は田中の指示を受けて署名偽造に関与したと明らかにし4月17日付で議員辞職した。取材を受けた高須は全権を持っているのは 事務局長なんだから、とコメントした。同年4月中旬、会食請求代表者の一人で、高須の秘書の鈴木美幸は、高須に、名古屋での死因不正に関与したと打ち明けた。高須は、激怒したと言われるが、公表はせずに新聞が報道するまで伏せていた。同年4月25日、名古屋市長選挙が行われ、 河村が全市議の横井俊明を破り5回目の当選を果たした。当格直後、高須は取材に義理で市長選が終わるまで我慢していた。リコールをしようと言い出したのは河村さんなのに私が言い出したと嘘をついたことは許せない。いざという時に逃げる人とは今日をもって友達を辞めて絶好しますと答えた。過去の共闘体制を振り返り、 はめられたと述べ、高須マネーを当てにされるのは、ごめんです。河村市長の正体が分かって嫌になったと、胸の内を明かした。同年5月19日、事務局長の田中、田中の妻、田中の次男、団体の会計管理を担っていた、渡辺道夫の4人が逮捕。5月20日、秘書の鈴木が、名古屋市の生涯学習センターで、 死因不正に関与していたことが明らかとされた。同年5月26日、フジテレビ制作の情報番組が、リコール署名偽造事件を特集。高須は、取材班に対し、このリコール運動で1円でも損失を被ったっていう、人がいれば全部それは補填しますと答えた。6月1日、請求代表者を務めた73歳の男性が、署名偽造事件で、 精神的苦痛を受けたなどとして、リコール団体と、高須、棚から幹部3人を相手取り、医者料など500万円の損害賠償を求める、訴訟を名古屋地裁に起こしたことが明らかとなった。提訴は3月16日付け。男性は、真摯にリコール運動を展開したのに、不正署名を行った、請求代表者のレッテルを貼られたと主張している。 同年11月12日、秘書の鈴木美幸は、自身が役員を務める、高須ホールディングスの建物内で署名を偽造した、疑いで、従業員の50代女性と共に、書類送検された。鈴木は、署名の数が足りない。高須先生は知っているなどと言って、他の従業員らに手伝うよう指示し、報酬として一人当たり5万円を渡したとされる。高須は、 取材に応じ、鈴木らの書類送検について100、100%知らない話なんです。全く知りませんと回答。また、鈴木への偽造の指示に関し、絶対にしません。絶対にです。僕は間違ったこと、曲がったことやるのは大嫌いですからと述べ、自らの関与を否定した。ネット右翼の国粋主義者を自称する。 2020年10月31日、すべてが僕の予言通りに進んでいる。当たりすぎて怖い。トランプ勝利、大阪と高層勝利、愛知県知事リコール勝利とツイートしたが、いずれも外れた。地元の高助神社の若市神社には正月に必ず参拝し、元旦には純国七四病にも必ず参詣している。 中国のチベットへの侵略と弾圧に対して繰り返し抗議している。チベットへは何度も訪問しており、ダライラマ14世とも親しい。チベットの惨状を報道しようとしない日本のマスコミにも強い不快感を表明している。また高須は中国でも美容技術の発展のために尽力しており、国賓並みの待遇で迎えられており、毎年年賀状も、 中国から何百枚も届いていたが、高須がチベット弾圧を批判するようになってからは届かなくなった。高須は2009年より、ツイッター及び自身のブログで、たびたびナチスに肯定的な発言を行い、ホロコースと否認論も展開した。このためサイモンウィーゼンタールセンターは2017年8月21日、 高須の一連の発言を、進歩の名のもとで必然に尽くししがたい犯罪を、行った医師たちに通じるナチスの思想を信奉する、行為は、我々の世界において、最も受け入れてはならないことであると断じ、アメリカ美容外科学会に対し、高須の会員資格の停止を要請した。同年8月28日、サイモン・ウィゼンタールセンターは公式ステートメントを発表し、 アメリカ美容外科学会はこの事態を深刻に受け止めており、数週間で調査を完了すると返答したことを明かした。高須本人は学会に連絡を取ったところ、その要請は却下されたとツイートしていたが、サイモン・ウィーゼンタールセンター副代表のエイブラハム・クーパーは、同年11月8日、アメリカ美容外科学会が、ナチス・ライサン発言及び口述の難禁。 事件否定発言を理由として、高須の会員資格剥奪を決定したとして、これを賞賛する声明を出した。2017年現在、これに対して、高須は、まだ何の連絡もないとしており、と、追放ではなく大会である主張をツイートしている。また、ナツスの非語を受けた優秀な科学者は、尊敬に値する。 しかし人種差別のナチズムは僕の発行一部のイデオロギーの対局である。僕はナツスの良いところを評価しげに食わないことには同調しないだけだと述べている。南京事件について否定している。また、従軍慰安婦否定731部隊用語等の発言をしている。他、午後11時や2時のワイドショー、ザ。 ベストハウス123、田舎に泊まろう。ダウンタウンデラックス、水戸コ門、そこまで行って、委員会、NP、ダウンタウンなぁ。ありがとうございます。